もう,さもう最近あれもうカラコンがさめちゃめちゃ届くようになっちゃったんだよね。もう某あの漫画家の方と同じような感じで、うんあのカラコンがね最近やったらあの届くようになっちゃった。もう四本あれねわかります。あれ今一本あるように見えるでしょあれあれ一本あるように見えるんですけれどもさあもう四四本四本重なってるんですよね。これを見てほしい。うん。 そう実はねそうこれはあの1本にあると見せかけたもう4本なんですよ、うん、4本カラーリングは2種類、で八代あずきさん、あまあ名前言っちゃったけど、のっていうね漫画家がいらっしゃいまして、その漫画家の方がねまあなんだろう重傷バレして送られるようになったっていうのがもともとカラコン事件の発祥なんですけれども、だから僕は第2の八代あずきみたいな感じで言われてるんですけれどもね。さんは主に その黄色と赤の、ねえー、カラコンが主に届く、えー、らしいんですよね、うん、黄色と赤の、えー、カラコンがよく届くことに対して、やっぱり僕は、ね、2P カラー,、えー、緑と青が、えー、届く、まあ、ちょっと暗めの色ですね、が、えー、僕の方には届くというね、うん、感じですよね、八代亜紀じゃないでしょ、八代亜紀の部屋にカラコン届いたら、もうやばいです、<laughs> 完全にもう、もうやばいでしょ、もう訴訟、訴訟者でしょ。うん いう感じですよね、うん、で今、八代月さんと僕がちょうど同じぐらいのフォロワー数をしているので、まあね、前回は、ね、僕もう10万いない状態56万ぐらいの戦闘力だったんであのでそれに比べたら、ね、僕は今回は前,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 前回の八代さんよりは前線できるんじゃないかなっていうふ、ね、うん、にうそう暖色暖色 VS 寒色みたいなね冷たい VS あったかいみたいなねやっぱりそういうところに、ね、なってくるんじゃないかなっていううふにはね思うんですけれどもでも、やっぱりある,あるじゃないですか。なんかい普段はいがみ合う2人ただ しかし目の前の強大な敵を共にしてお互いの背中を任せこう戦うというね、えー、僕らはもうこのカラコン同盟二人手を手を組んだらねもう本当にあのー、まあねちょっと向かうところ敵はいないんじゃないかなっていうねところもやっぱり思ってますのでうん <laughs> まあいいんじゃないかなっていうふうにはね、うん、思うんですけれどもそうお互いの背中お前後ろは任せたぜってお前こそなんてやられんじゃねえぞってお前人のこと言えんのかよみたいなあのなんだろうねもうかいドウと <laughs> カイドウとも面白みたいな感じとも 例えて全然わかんないんですけれども普段んいがみ合う普段ん犬の中の2人があのい,ざいざ手を組むともうやべえみたいな、ね、そういう熱い展開みたいなうんそういうところに、ね、なってくるんじゃないかなっていうところなんじゃないかなっていう,、ね、うんふうにやっぱり思いますよね。 うん、僕、テニプリー昔で、ね、結構見てたんですけれどもね、ちゃんとただね、途中からなんかね、なんだろう、もう能力系バトル系になってから、能力ものバトル系になってからはね、もうちょっと見るのやめちゃったんですけれども、もちゃんと普通にテニスして頃ろは、ちゃんと見てたんですよね、うん、なんか、なんだっけなわしの、わしのなんかなんだっけな、波動球は108式まであるぞってって、第1式で観客席まで飛んでった辺たりで、僕もう、も見れなくなっちゃったんですよね、こんなテニスがあってたまるかみたいな感じで、あの結構、その時ね、要はなんだろうな、2ちゃんでも結構、その問題になってて、こんなテニスが あるわけないだろう、みたいな感じであったんですよね。確かなんだっけな、銀銀っていうね、キャラクターがいて、もうどう考えても中学生じゃねえようなね、やっぱりキャラクターが、要はこの波動波動球の108式まである100波動球のま意識を使っただけで、なんだっけな、普通にもう相手が観客席まで吹っ飛ばされたんだよね。うん。 そこか,からそう石垣いいんだねそう、それでもう、あと何だっけな、こうテニスしてたら半分やんけってってさあの、ボールが真っ二つになって、要はね、あのお互いのコートにボールがこうポーンって真っ二つになった状態でもうこうこ落ちて、で半分やんけっ,って言って引き分けになるっていう、もうわけわかんねえ <laughs>、こんなテニスがあってたまるかみたいなね、うん、ところがやっぱりあれ、そこら辺からもう僕、見なくなりましたね。そそそそう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  半分になったんですよね、ボールが真っ二つになったんですよ